はい、ということで皆さん動画視聴ありがとうございました。最後にですね、転売情報について紹介していきたいと思います。FC24 の転売情報ですね。今までまあずっと同じ動画の使い回しだったかなと思うんですけど、まあ最新の情報になるかなと思います。まあ自分としては今のところトレード収入としては4500万というふうになってます。まあ実質コインで言うと多分3000万ぐらいかな、多分。だと思うんですけど、まあこれに関してはまあ利益というか、手数料が入ってないとかいろんな兼ね合いがあってちょっと差額が出てるんですけど、まあまあ、今作もそれぐらいのコインは増えたかなと思います。まあ自分自身今作に関してめっちゃ、まあ大会も結構ほとんどっていうか全部参加してきてるんで、まあ1回の FCS 以外は全部参加したんじゃないかなと思うんですけど、まあその時の大会のスカッド組んだりとかでも結構損害としては大きかったので、まあそれ踏まえた上での、まあこの金額だったらまあ、本作もできたかなとは思ってます。で、まあ自分としては、まあトレード収入とかは全然オープンにしてるので、まあ皆さんにも結構、まあ X とかで載せたりとかもしてますけど、まあ前作で言うと、まあ5000何百万、前々作で言うと6000万っていう感じでした。で、まあ今作もまあ戦士がね、やっぱ高いので、まあそういった面で言っても、まあ、コインは結構必要かなと思います。まあ、大作も同じ感じで、ね、情報は出していこうかなと思うので、まあ、その加入についてはですね、よければ、概要欄の方に、詳細全部書いてますので、まあ、Twitch であったりとか、YouTube についての、方も載せてますので、よければそれを見ていただけたらと思います。で、まあ、どんな感じで出してるのってとこなんですけど、まあ、これはまあ転売成功案件になります。自分もまあ直近で言ったシャビとか、7万9000買ったやつをまあ10万とか11万で売りましたよとか、まあ3万で買ったディフェンスもまあ3万8000とか4万とかで売ったよっていうやつになりますね。でまあ、ちょっとまあ最近で言ったらね、情報が少なくはなってきてるんですけど、まあこんな感じで誰々がおすすめだよっていう、まあ何歩ぐらいで狙って何歩で売った方がいいよっていうのをまあこんな感じで載してるっていう感じですね。まああとはもうExcelとかでもこういう感じで Excel とかでまとめたりしてて、まあこういった情報を出してるっていう感じになります。ちょっとまあ終盤になるにつれてね、まあ情報量としては、まあやっぱり移籍市場としてもちょっと動きにくかったりもするので、まあそういった面で言っても、ちょっとやりにくい状態ではあるんですけど、まあそれでも一応、増やしていってるっていう感じにはなります。まあ今作はやっぱり男女になったりとかで、まあ各レートの仕込みであっても結構こう上がりにくかったりもしたんで、ちょっと難しさっていうのは出たんですけど、まあそこもちょっと工夫しながらですね、対応はできたかなとは思ってるんで、まあ大作も、まあ多分またパターン変わってくるかなとは思うんですけど、まあちょっと今作とか前作、前々作の知識を使ってですね、皆さんにいい転売情報を出していけたらなと思っています。FC24 の転売情報ですね。で、まあプレイに関しても、一応対応とかしてて、まあ自分としてはまあランク1だったりとか、まあ FCS で言ったら、まあちょっとオフラインはいけてないですけど、オンラインでベスト16ですね、グループリーグ突破の決勝トーナメントベスト16は3回残ったりとか、っていうのが、まあ一応自分の中での実績ですね。まあアジア大会も出たりとかもありましたけど、まあそういった実績とかもあるので、まあそういった、カスタム戦術とかの共有であったりとか、おすすめ選手とか、エボリューションとかも含めてですね、まあこういった感じでね、やってるんですよね。一応まあ、こんな感じで。はい。まあ、このコーチング動画に関してはまた前にも一回出したと思うんですけど、まあ、コーチング しますよっていう感じのやつですね。まあ、こういった感じで募集かけて、またやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、おすすめ選手だったりとか、誰々強いよとかいうのをこういうのに出してるので、まあ、興味ある方は、ぜひ、まあ、概要欄見ていただいて入っていただけたらと思います。っていうことで、まあ、最後にですね、まあ、このチャンネルですね。よければチャンネル登録していただいて、まあ動画の方に関してはもう本当にレビューとかカスタム戦術とか、まあプレイのところとかですね、メインに出してるんで、まあ別の情報ですね。まあ、やっぱり、まあこれを特定にしてる関係上、まあこういった FC20 の転売情報とかは、YouTube のコメントとかでは、回答しづらいんですけど、まあライブ配信とかでは一応ね、もう限られた時にしかやってないので、回答してるっていう感じにはなってるんで、よければ、そういったところも見ていただけたらなと思います。で、まあチャンネル登録も、5000人目指してるってこともあるので、よければしていただけると嬉しいです。まあこういった感じで動画の方もまだ引き続き出していくので、皆さんよろしくお願いします。まあディスコに関しては、何度も言うように概要欄の方を見てください。それでは、また。